クルセイダーズとブランビーズとの間のスクラム。ラグビーリーグ、ニュージーランドの選手が、オーストラリアの選手にタックルしている。ラグビーフットボールは、イングランド中部のラグビーにあるラグビー校を、発祥地とする2つのフットボールコード、ラグビーリーグとラグビーユニオンを指す。日本でのラグビーは通常ラグビーユニオンである。フィールド上の、各サイドの人数やルールが異なる。 様々な派生競技が存在する。ラグビーユニオンでは、通常の15人制に加え10人制と7人制。ラグビーリーグでは、通常の13人制に加え9人制と7人制の人気があり、各地で大会が開かれている。7人制、ラグビーユニオンは、夏季オリンピック、コモンウェルスゲームズ、アジア競技大会の正式種目である。 ラグビーリーグのルールに基づき、タックルを安全なタグやタッチに置き換えた、タグラグビーやタッチラグビー、タッチラグビーを競技化したタッチも広くプレーされている。ラグビーフットボールは2つのチームに分かれて行われ、楕円形のボールを奪い合って、相手陣のインボールまで運ぶ、あるいは H 型のゴール上部に蹴り入れて、得点を競うスポーツである。イングランド発祥の競技ということもあって、 ヨーロッパばかりでなく、オセアニアおよび南アフリカ、アルゼンチンで人気の競技である。とりわけ英連邦諸国内では、サッカーやクリケットと並ぶ人気スポーツである。アメリカンフットボールは、ダイン系のボールを使う、タックルにより、相手の全身を止めるなど、ラグビーフットボールと共通する特徴を持っていることから、古い時代に共通の起源を持つと考えられているものの、 全く別の競技である。なお、ボールが楕円形であるなど、他の球技に比べると珍しい特徴があるが、なぜこのような形になったかに関しては、諸説があり、はっきりしていない。由来地名にあたる、ラグビーを意味する、ラグビーとの区別は、表記言語的には大文字の使用、不使用で明示されるが、一般には特に区別されない。また、球技、ラグビーは、英語で、 ラガーともいい、この語は、ラグビーをする人をも意味する。ただ、ラグビーをする人を意味する英語としては、ラグビープレイヤーの方が、一般的である。また、英語ラガーに由来する、外来語としての日本語、ラガーは、ほとんど校舎の意味に限って通用し、校舎の同義語、ラガーマンの方が多く用いられる。現代日本語では、ほとんどすべての場合、ラグビーというが、 1925年頃以降、戦前には、羅式き宗が正式名称であったという。また、選挙区が悪化して、適正語が禁止され始めた1943年3月から、終戦まで使われた、東急がある。なお、慶応義塾大学のラグビー部は、例外的に現在も昔ながらの、宗教部を名乗っている。今でこそ、宗教は、 サッカーの別名という認識が定着しているが、トークラブが創立された1899年頃には、フットボール全般が、週休で、ソッカー部より数年早く創部されたラグビー部がその名を、占有した。らしきことラグビー、あしきことソッカー、ベーシキことアメリカンフットボールなどといった、呼び分けは後付けである。ラグビーフットボールの起源は、1823年。 イングランドの有名なパブリックスクールである、ラグビー校でのフットボールの試合中、ウィリアム・ウェッブ・エリスがボールを抱えたまま相手のゴール、目指して走り出したことだとされている。1840年頃にはボールを持って走る、ランニングインが確立して普及し出したのは確かであるが、その第1号が、エリス少年だったかどうかについては、諸説ある。 しかし、エリスが最初にボールを持って走ったという証言が、記してある文章が、ラグビーフットボールの起源を調べる上で最古の文献だということは、間違いなく、起源と考案者を探る上で、名前が分かっている人物は、エリスただ一人である。なお、エリス少年がルールを破ったとされるのは、ボールを手で扱ったことでなく、ボールを持って走った行為についてである。 その頃はまだ今でいうサッカーも生まれておらず、当時のフットボールでは手を使うこと自体は、ルールとして許されていた。エリスは1806年に、マンチェスター近郊で生まれ、ラグビー校では少なくとも3シーズン、フットボールをプレーしている。オックスフォード大学に進み、卒業した後は、牧師となり、病気療養のために渡った南フランスで65歳で、没した。 南仏港とダジュールのショートシマントンに墓地がある。ラグビーフットボールとクリケットを愛したと伝えられている。ラグビー港では、ラグビーフットボールのルーツ以外にも多くの習慣が生まれており、イングランド代表の白いジャージの元になった白いシャツと、ショーツと紺色のストッキング、ハーフタイムにサイドをチェンジする習慣、インターナショナル代表が被るキャップ、H 型のゴールポスト、 楕円球のボールなど、ラグビーフットボールの起源を示すような証拠が多くこの学校から生まれた。ラグビーフットボールの源流である、原始フットボールは中世イングランドに起源を遡る。数千人の大人数が手と足を使って、村と村の対抗戦として、原始的なフットボールを行っていた。ちなみに一点選手で勝負を決めていたことから、 長時間続けるために得点するのを難しくしようとオフサイドが生まれ今日のラグビーフットボールにもルールとして生きながらえている試合は祝祭でもあり死者も出るほど激しかった19世紀に入りラグビー校やイートン校ハロー校などパブリックスクールでは学校ごとに独自のルールでそれぞれのフットボールを行っていた それぞれ学校で違うルールの統一を目指した競技は長らく行われてきたが、1863年10月26日に、ロンドンのフリーメーソンズタバーンで FA とロンドンにある12のクラブの間で会議が開かれ、12月までに6回のミーティングをもって統一ルールの作成を行った。この統一ルール作成により、近代サッカーが本格的に誕生した。この時、 一部のクラブの代表が、ボールを持って走ること、ボールを運んでいる相手にハッキング、トリッピング及び、ホールディングを行うことが認められなくなったことに、合意できず、FA を脱退した。これが、ラグビーフットボールとアソシエーションフットボールが分岐した、瞬間である。そして1871年、脱退した者たちによって、サッカーの FA に対抗して、ロンドンで、 ラグビーフットボール連合が設立された。発祥であるイギリスでは、中流階級から上流階級の間でも人気があり、その子息が通う名門校でも、盛んに行われていることから、ジェントルマンのスポーツとも称される。ラグビーフットボールは英国でも指折りの炭鉱地帯で、あるマンチェスターを中心とするイングランド北部のランカスター。 ヨークシャー地方並びにウェールズ南部で発展していった。しかし1895年、選手の労働会社などへの休業保障問題がきっかけで北部でルフからの分裂が起き、22チームからなるプロリーグが発足した。それ以降、世界にはラグビーという名のスポーツが2つあり、ケンブリッジ大学対オックスフォード大学戦に代表される南部を母体とする、 アマチュア主義を謳った組織は、ラグビーユニオン、北部を母体とする報酬を目的とするものは、ラグビーリーグと呼ばれるようになった。分裂した頃は、ルールは、全く同一のものであったが、現在では、ユニオンは15人制でリーグは13人制である。ルール上最も異なっている点は、ラグビーリーグが、フォワードの密集を排除したことである。 プロ用人のリーグへのユニオン選手の流出が相次ぎ、リーグに移った選手はユニオンでのプレーを禁止されるなど、長らくユニオンとリーグは対立状態にあった。しかしラグビーワールドカップなどをきっかけに120年以上アマチュア主義を守ってきたユニオンも1995年以降にプロを認めたこともあり、高知層での交流などから次第に対立は緩和した。現在は、 選手がユニオンとリーグを行き来することも多い。現在、英国では、ラグビーリーグとラグビーユニオンの両方のルールで、前後半の試合を行うクロスコードゲームが行われることもある。ラグビーユニオンとリーグに共通する特徴的な要素には、楕円形のボールの使用や前方へボールを投げることの禁止があり、選手が陣地を得る方法はボールを持って走るかボールを蹴るかしかない。 ラグビーリーグでは、ユニオンと分離し、以降、より早いペースのより、トライを試行した試合とする目的で、ルール改正が行われている。ユニオンとリーグの、主な際には、リーグが13人制で、ユニオンが15人制であること以外には、タックルと、その直後のプレーがある。ユニオンのセットプレーには、相手選手のパックを、ボールのポゼッションのために互いに押し合う、スクラムや、 タッチラインに対して垂直に平行なラインで並んだ両チームの選手がタッチから投げられたボールをキャッチしようと試みるラインアウトがある。リーグのルールにはスクラムはまだ存在しているが関与する選手が少なく争われることもほとんどないため重要性が大幅に減少している。セットプレーは一般的にプレーザーボールの状況から開始される。 ラグビーリーグのポジションの多くは、ラグビーユニオンのポジションと同様の名称を呼び、要件を有しているが、ラグビーリーグにはフランカーが存在しない。イングランドでは、ラグビーユニオンは、支配者層のスポーツとして、広く認められており、主に上流階級を呼び、中流階級に属する人々によってプレーされる。例えば、私立学校や文法学校の多くの生徒は、 ラグビーユニオンをプレイする。しかし、コンプリヘンシブスクールでも人気を得てきている。このステレオタイプにもかかわらず、ラグビーユニオンは特に西部地方ではすべての階級で人気がある。グロスターラグビーは労働者階級のクラブの典型例である。対照的に、ラグビーリーグは伝統的に労働者階級のスポーツとして見られてきた。 ラグビーユニオンに対する上流階級ステレオタイプのさらなる例外はウェールズである。ウェールズではラグビーユニオンは伝統的に休日にプレーする炭鉱労働者や産業労働者からなる小さな村のチームと結びついてきた。アイルランドにおいてラグビーユニオンは国や宗派の壁を越えた求心力でありラグビーユニオンのアイルランド代表はアイルランド共和国と 北アイルランドの統一チームである。オーストラリアでは、ラグビーユニオン及びラグビーリーグの人気は、ニューサウスウェールズ州、クイーンズランド州、オーストラリア州と特別地域に集中している。イングランドと同様の階級間の障壁がリーグと、ユニオンの間には存在し、これは、ラグビーユニオンが、私立学校で支持され発展してきていることで、促進されている。上記の地域では、 ラグビーユニオンが上、中流階級のスポーツ、ラグビーリーグが、労働者階級のスポーツと認識されているのに対して、ニュージーランド、ウェールズ、パリを除くフランス、コーンウォール、グロスタシャー、サマセット、スコティッシュ、ボーダーズ、アイルランドのリムリック圏、太平洋諸島は例外であり、ラグビーユニオンは労働者階級に人気がある。それにもかかわらず、ラグビーリーグは、 イングランド北部やオーストラリアのニューサウスウェールズ州及びクイーンズランド州では労働者階級のスポーツとして認識されている。ニュージーランドではラグビーリーグは下流階級あるいはオークランドの西部の郊外に住む下流階級を示すウエスティーズや最近ではラグビーリーグが人気のあるオークランド南部の貧困地域のスポーツといまだに多くの人によって考えられている。 イギリスではラグビーユニオンのファンはこのスポーツの別称としてラガーという用語を用いることがある。ニュージーランド人は通常ラグビーのことをフティーあるいはフットボールと呼びラグビーユニオンを指す場合はラグビーあるいはユニオン、ラグビーリーグはラグビーリーグあるいはリーグと呼ばれる。アメリカ合衆国ではラグビーをプレイする人々はラガーズと呼ばれることがある。フランスでは ラグビーは広くプレーされており、スペインとフランスとの間の境界領域に沿ったバスク、オクシタニア、カタルーニャ地域に強い伝統がある。また、19世紀に英語和社の入植者によってラグビーが伝えられた南アフリカでは、ラグビーは非常に人気がある。イギリス人入植者はラグビーをオーストラリア及びニュージーランドに伝えた。ラグビーはフィジー、サモア、 トンガなどポリネシアの国々に広まって人気を博している。ラグビーユニオンはアメリカ州やアジアの一部でも同様に成長し続けている。季語としてのラグビーは冬の季語である。分類は人事、行事、生活。またラグビーを親季語とする古季語にラガーがある。ただし、ここで言うラガーは日本語の用法に限った語彙と考えるべきで、がって ラグビーをする人を指すと捉えておくのが良い。水牛祭時期によれば、ラグビーが俳句に読まれるようになったのは昭和時代になってからとのこと。特に山口聖子が昭和初期にラグビーの句を連作したことがきっかけになって定着したと言われている。ありがとうございます。